こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の話なんですが、そのバッグひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしたいなと思っています。ここ最近ですね、このひょっとしたら古いかもシリーズっていうのをよくやってるんですが、まあ、大人の着こなしってどうしてもですね、20代後半から30代前半で止まってしまっていて、そこからアップデートされていないということが少なくないんですね。まあ、お仕事だとか家庭でお忙しい時期になってくるので、なかなかですねファッションに気が回らないと、気づけばかつては割と良かった着こなしであっても古臭くなっていたりだとか、今の時代の雰囲気と合わなくなっていることも少なくないので、今回の動画ではバッグという一つのテーマを設けながらですね、まあ、こういったバッグがひょっとしたらちょっと古臭く見えるかもというところで具体例をいくつか出していきたいなと思います。まあ、それだけではなくて、じゃあそのバッグをどう変えていけばいいのか、このあたりまでしっかりとお伝えしていきたいなと思っていますので、まあ、ライフスタイルによってどんなバッグが使いやすいのか結構人によって違うかなと思うんですが、まあ、今回の動画で結構いろんなジャンルですね、まあ、ショルダーバッグだとかトートバッグだとかバックパックだとか、まあ、このあたりのですね代表的なバッグ、ちょっと古臭く見えるものから今の空気感に合うものまでしっかりとお伝えしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に古臭く見えてしまいがちなですねバッグ、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらのイラストのようなショルダーバッグですね。まあ大人の男性にとって両手が空く、このような斜め掛けのショルダーバッグは必須のアイテムという方もいらっしゃると思うんですね。まあ僕は実はあんまりショルダーバッグって持たないんですけども、休日にちょっとした外出をするときにスマホだとか、あとは長財布だとか、ちょっとしたこうペットボトルだとか、こういったものを入れる際にショルダーバッグってやっぱり持っておくと便利かなと思うんですが、まあ、その際にですね結構選んでしまいがちなこのようなですね、割とこうデザイン的にはアクセントがしっかりとついていて、パッと見はおしゃれに見えるようなショルダーバッグ持ってる方少なくないかなと思うんですね。まあ、かつてこのようなショルダーバッグって結構流行った時期があって、大元となるような一つのブランドがあったんですね。ちょっと名前はですね言わないんですけども、まあ、そこのバッグと似たようなですね、割とこうデコラティブな装飾性のあるですねショルダーバッグって割と今でも持ってる方は少なくないかなと思います。まあ、ちょっとシンプルなショルダーバッグだと人との違いも出しづらいし、おしゃれかどうかわからないので、このようなちょっと持ったデザインのものが意外と売れたりするわけなんですが、ちょっと今持ってるとやや古いかなという感じがしてしまうので、決して絶対 NG というわけではないんですが、まあ、もしおしゃれに見せたいだとか今の着こなしを楽しみたいという場合は、こういったバッグはちょっと手放した方がいいのかなと思います。まあ、これからですね、いろんなバッグを今回ご紹介しますが、冒頭にですね結論を言っちゃうと、結構ですね今っぽく見えないバッグの特徴としては、結構ですねデザイン的なアクセントが豊富でゴテゴテしたデザインのもの、こういったものが全体に共通する一つのテーマかなと思います。じゃあ具体的にはどのようなショルダーバッグがいいのかというと、まあ、2つ種類があるかなと思ってまして、まあ、今回ご用意したのはですね、ちょっとスポーティーなタイプのこういったアークテリクスだとかノースフェイスのような、そういったブランドをですね、まあボディーバッグだとかショルダーバッグだとかウエストパックだとか、まあいろんな呼び方がありますが、まあこういったものですね。デザイン自体は割とシンプルですよね。あんまりゴテゴテしたデザインではなくて、機能性を重視したアウトドアブランドのバッグであること、まずこれが一つのポイントで、そこに対してブランドのロゴがシンプルに入るようなものですね。まあアークテリクスだとかノースフェイスというところが、まあ代表的なバッグになってくるかなと思います。まあ、このあたりだと、まあ、アークテリクスのブランドイメージとしては、ちょっとクロート向けのアウトドアブランドというイメージですね。結構セレクトショップとかでの扱いも多くてですね、以前からおしゃれが好きな方には定評があるのがアークテリクスですね。一方で、ノースフェイスというのは、一般の方が見ても分かるような認知度の高さというところが一つの魅力で、まあ、デザイン的にもすごくシャープで、待ち着としても最適なようなものが多いので、まあ、ノースフェイスもすごくいいかなと思います。このようなシンプルなデザインのアウトドアブランドのものか、もしくは本当にこう、上品に見せたいのであれば、まあ、レザー製のこういったショルダーバッグですね。これはですね、僕の私物で購入したエンダースキーマというブランドのですね、まあ、ショルダー型のバッグなんですね。まあ、斜め掛けで、まあ、後ろの背中の方にですね、背負うのもいいし、前に垂らすように掛けるのもいいかなと思うんですが、まあ、こういったシンプルなレザータイプのものは、割とトレンド性があって、大人の男性にもおすすめかなと思います。これは正直そんなに容量としては入らないんですよね。パンパンに詰め込んでしまうのもあんまりかっこよくないので、まあ、せめてスマホと長財布ぐらいですかね。ペットボトルまで入れちゃうと、ちょっと形が
が変形してしまってあんまりかっこよくないので、まあ、少しの荷物を入れてこれをですね前面にかけることで着こなしのアクセント的に使うというそういった役割もありますので、まあ、より今っぽいバッグかなと思います。まあ、このような2タイプありますよということを覚えておいて、あとは今持ってるショルダーバッグがゴテゴテだったら2択の中から選ぶというのがいいんじゃないのかなと思います。ちょっと最近アークテリクスの在庫が安定しなくてなかなかですね買いづらかったりするかなと思うので、まあノースペースの方が買いやすいかなと思います。いくつか良さそうなのがあったら、まあ、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもぜひ参考にしていただければなと思っています。はい、続いて二つ目はですね、トートバッグなんですが、こちらのイラストのような、ちょっと色だとか、デザインに凝ったようなですね、こういったものもちょっと古臭く見える可能性があるかなと思います。トートバッグというジャンル自体は、今でもですね、結構定番的な位置づけで、おすすめすることも僕自身多いんですが、やはりですね、このようなゴテゴテしたデザインのものは、ちょっとこう子供っぽく見えたりだとか、大人の雰囲気に合わなかったりだとか、あとはちょっと今の時代の雰囲気とも合いづらかったりするので、できれば避けておいた方がいいのかなと思っています。まあこれは先ほどのショルダーバッグと結構近しい部分があると思うんですよね。単色ではなくてキャンパスとレザー風の素材2つを組み合わせて、レザーはこうブラウン系の色でちょっとこう明るさを出したりだとか、あとはキャンパスの色も少しちょっと違ったものをですね混ぜ込みながら、パッと見はおしゃれに見えるんですよね。ここがポイントなんですよ。パッと見はおしゃれに見えるけど、本当におしゃれな人は持たない系統のバッグっていうものがあって、まさにこういったものが該当するんじゃないのかなというふうに思っています。なぜこのようなバッグが結構あるのかというと、商品の価格帯を抑えてドシンプルなバッグを作ると結構ですね、それがおしゃれなのかどうかってなかなかわからないので売れづらいんですよね。一方で値段を抑えた上である程度デザインだとか色に盛り付けをすると、なんとなくですね、おしゃれが得意じゃない方にとってはこれおしゃれなのかなと思って取り入れがちだったりするので、こういった類のバッグって売れるんですよね。なのでその結果こういったものって街に多く溢れているわけなんですが、意外とおしゃれな方だとかおしゃれが好きな方ってこういったバッグ持たなかったりするので、まあこういったちょっとデコラティブなものはちょっと避けておいた方が間違いがないのかなと思います。じゃあどのようなトートバッグがいいのかというところで、まあこれ私物をちょっと持ってきたんですが、僕もトートバッグって好きでいろいろ持ってるんですが、僕自身が愛用してるのってめちゃくちゃシンプルなんですよ。こちらは去年購入したものなのかな、トゥモローランドで購入したアーというブランドのですね、レザートートバッグなんですけども、非常にシンプルですね。本当に装飾性がまるでないようなものですね。でサイズ感もそんなに大きくなくて、まあ割とこう大きすぎず小さすぎずぐらいのバランスでしょうか。まあデザインはシンプルなんだけども、だからこそレザーの質感にはこだわっていて、ちょっとしぼ感があるようなレザーのバッグになっているんですが、まあこういったものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思います。まあキャンバス製のトートバッグであったら、ブラックだとかネイビーだとか濃い色を選んでもらうといいと思いますし、いずれにしろ単色がいいと思います。あまり切り替えだとか色の違いがあるようなバッグではなくて、シンプルに徹した方が着こなしに馴染みやすいですし、悪目立ちしないので、まあバッグを持つのであれば、このようなレザー系かキャンバス系の黒、ネイビー、ダークグレー、このあたりを選んでおくと、まず間違いがないのかなと思います。で、バッグにもトレンドみたいなものがあるんですけども、意外とこのようなレザートートって、ここ10年ぐらいはずっとあり続けるんですね。まあちっちゃな違いとしては、横長のものが流行ってる時期もあれば、ちょっと縦長のものが旬な時期もあったりして、今は個人的にはちょっと縦長型の方が、まあ、旬な雰囲気に近いのかなと思ってこういったものを持っていますが、まあ、一度買えば長く使えるのでレザー系のトートバッグですね、ちょっと質にこだわって買ってみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、バックパック、いわゆるリュックというやつなんですけども、まあこれもいろんなバリエーションがあって、かつてはこうリュックをですね、私服で使っていると、それだけでなんかいまいちダサいよなって言われることもあったりしたんですが、今は全くそんなことはなくて、まあバックパックもセンスのいい大人が結構使ってる印象もあります。じゃあどのようなものがちょっと古臭く見えるのかというと、こちらのイラストのような、やっぱりこれまたですね、ちょっと凝ったデザイン性のバッグになってるかなと思います。パッと見はこれもおしゃれに見えるよという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあベースとなるのがブラックだとかグレーだとかベージュとかの一色あって、そこに対して縁取りでちょっとレザーが使われていたりだとか、ちょっと切り替えがあったりだとか、いろんなこう違った色のパーツを使っていたりだとか、全体で見た時に2色3色と多色使いされているような、そんなリュックはですね、ちょっとこう子供っぽく見えたりだとか今っぽく見えない可能性があるので、できればおしゃれに見せたいのであれば避けておいた方がいいんじゃないのかなと思います。じゃあ具体的にどのようなバックパックがおすすめなのかというと、これまた私物を
をちょっとご紹介したいなと思ってるんですが、僕がよく使ってるのがですね、こちらのアンドワンダーというブランドのですね、バックパックなんですね。これが絶対的な正解というわけではなくて、まあ一つの例として見ていただきたいなと思うんですが、まあデザイン自体はすごくシンプルで、形としてはなんだろう、こう、三角形のちょっとおむすび型みたいな感じですね。まあそういったバックパックというのが、まあど真ん中ではあるんですが、やっぱり大人の男性には使いやすいと思います。色はですね、もう単色ですね。僕はバッグを選ぶときに基本的にはほとんどブラックを選んじゃいますね。それはなぜかというと飽きないし、いろんな着こなしに対応しやすいからです。一回買ったらバッグは服に比べるとトレンド流れが緩やかなので、そんなにですね頻繁に買い替えないんですね。だからこそ使い勝手のいいブラックを選んだ方が僕はいいんじゃないのかなということで、ほとんどブラックのみで構成してるんですが、まあこちらもブラック単色という形になっています。でサイズはですね、あんまり大きすぎるとバッグ自体の主張がすごく強くなりすぎてしまうので、まあ、できればですね、このような大きすぎず小さすぎないような形がいいのかなと思っています。まあ、アウトドアブランドのものもあって、ノースフェイスだとかアークテリクスのものももちろんいいと思いますし、まあ、僕が持っているようなアンドワンダーはちょっとクロート向けのアイテムではあるんですが、個人的にめちゃくちゃ気に入っていまして、バッグそんなに持たないんですけども、ちょっとした旅行なんかでも僕はこれで十分だったりするので、意外と使う機会が多いようなバックパックになっています。あとは個人的にはスタンダードサプライだとか、そのあたりのバックパックもかなりデザイン的にシンプルなので、大人の男性にも使いやすいかなと思います。こういったリュックというのは割とですね、デザイン的にはカジュアルに見えるので、だからこそ色は単色にしてデザインもなるべくシャープにした方が大人の男性には似合いやすいかなと思うんですね。まあ、ぜひこういった形を一つの参考にしながらバックパックも選んでいただければなと思っています。はい、続いてラスト4点目のですね、古臭く見えがちなバッグなんですが、これはですね、こちらのイラストにあるようなクラッチバッグですね。これまたですね、ちょっと前までは僕自身もめちゃくちゃ愛用していたんですね。何年前だろう、なんだかんだで3、4年はもう使ってないかなと思うんですね。この動画のチャンネルの中でも数年前ですね、スタート当初はクラッチバッグをお勧めしたこともあるような気もするんですね。だけど今では本当にですね、使わなくなったバッグの一つかなと思います。まあ、トレンドだった時期というのはめちゃくちゃ持ってる方が多くて、おしゃれが好きな方、ファッション業界の方は結構クラッチバッグのですね、所有率が多かったんですね。僕もいくつか持っていて、3-1フィリップリムというブランドのですね、トートバッグをめちゃくちゃ愛用していたんですね。懐かしいな、あれ結構長く使ったな、なんだかんだ3年くらい使ったような、すごく気に入ったバッグだったんですが、今では残念ながらもう手元にないんですね。ですので、ちょっとした荷物を持ち運ぶときにどういったバッグがいいのかってなかなか悩ましいところなんですが、クラッチバッグって結構ですね、このような PC だとかそういった薄いものが入ったりするので結構便利で、僕は重宝してたんですね。ですがもう最近は全然持ち歩かなくなったので、仕事でこういった PC なんか持ち歩くときには、先ほどお伝えしたレザーのトートバッグですね、このあたりを持つことが多いし、本当にこう簡単な荷物だったらショルダーバッグですね、このあたりを使うことが多かったりします。このクラッチバッグに変わるような新しいバッグっていうのは意外と出てきていなくて、新たなトレンドがね、なんか生まれるのはすごく楽しみだなとは思ってるんですが、じゃあ僕自身がクラッチバッグの代わりに何を持つのかというと、いろいろと考えた上で手ぶらにするということですね。そう、なるべく財布も軽量化して、長財布だったものをちっちゃな形にしましたし、あとはスマホさえ持っておけばなんとかですね、荷物量としては間に合ったりするので、僕は最近もう本当のプライベートは手ぶらですね。かつてはボトムスシルエットもタイトだったりするので、お財布なんかを入れておくとですね、どうしてもシルエットに響いてしまったりしたんですが、まあ、最近のボトムスは緩さがあるので、割とですね、お財布突っ込んでおいてもそこまでシルエットに大きな違いが出ないので、最近は完全に手ぶら派ということで、ぜひ皆さんもですね、ちょっとしたバッグを持つというのもありなんですが、手ぶらも快適でいいので、バッグの動画を撮りながら最終的に手ぶらをお勧めするというですね、結論に至ったわけなんですが、ぜひそういった方向性も検討しながらバッグ選びに活かしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではそのバッグひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをさせていただきました。気づけばかつてはトレンドだったものだとか、かつてはおしゃれに見えたものでも数年経つと、あれこれ何が良かったんだっけとか、なんでこんなバッグ使ってたんだろうっていうことって少なくないんですね。まあ僕の中では4点目のですね、クラッチバッグというのはすごく好きでよく使っていましたが、やっぱり当時からクラッチバッグって、まあ、賛否両論があって、なんか昔の不動産屋さんみたいだとか、ちょっと怖い仕事の人みたいなんて言われることも少なくなかったんですね。
まあそういった賛否両論にさらされながら僕はですね、クラッチバッグを長く使っていたんですが、まあ今となってはちょっとその気持ちも落ち着いて、クラッチバッグ旬じゃなくなってきたのであんまり使ってないんですが、まあこれもですね、時代はぐるぐると回るわけなので、また数年後にはクラッチバッグのトレンドが来てる可能性もゼロではないので、まあ2023年の現在においては、まあ今回ご紹介したようなバッグは割と旬を過ぎたかなと思うので、まあ一つ参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなかカバーできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドのですね、情報をですね、多めにお届けしているのが僕のもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルというものがあるんですね。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のですね、ライブ配信をやっていまして、皆さんと直接ですね、質問のやり取りしながらワイワイと楽しむようなコミュニティになってますので、まあ、ぜひ気になる方はですね、動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、ゆっくり動画を見れない方も多いと思うんですね。僕自身動画はですね、撮る方が多くて、意外と見ることってそんなに多くないんですね。まあ時間が取られてしまうので、まあそういった方のためにですね、オンラインサロンというものもやっていまして、文章と写真ベースでだいたい一記事ですね、2分前後で読めるような、そういったものもですね、僕の中では展開をしていまして、僕自身も毎日ですね、様々な記事を投稿しています。また僕以外の専門家の方もいろいろと記事投稿してまして、まあスタイリストの方がいたりだとか、あとメンズ美容家の方とか美容師の方だとか、まあいろんな方がいてですね、大人の男性が素敵に見せるためのコツをですね、配信をしています。また参加者の皆さんも発信することができるので、まあ気軽にですね、大人の男性がおしゃれのですね、情報を共有できるような場になっていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。